蓋のないトイレで水を流したときに、肉眼では見えない粒子が便器から1.5メートルの高さまで舞い上がることが分かりました。飛沫が空気中に勢いよく舞い上がります。コロラド大学の研究チームは、蓋のないトイレで水を流したときに、エアロゾル粒子という空気中に浮遊する小さい粒子がどれくらい放出されるのか、レーザーを当てて可視化することに成功しました。 When the toilet is flushed, it emits these very small aerosolized particles, and they range from, you know, as small as tenths of microns up to potentially as large as almost a millimeter.クリマルディ教授によりますと、北米の一般的な公衆トイレを使用して2台のレーザーで測定したところ、粒子が秒速2メートルで放出され、8秒以内に便器から 1.5 メートルの高さまで到達することが分かりました。粒子の一部は天井にぶつかるまで舞い上がって部屋中に広がり、肺に侵入できるほど小さい粒子は数分以上空気中を浮遊したままの可能性があるということです。実際のトイレでは粒子の中に大腸菌やノロウイルスなどが含まれている可能性があります。クリマルディ教授はこの研究をもとに、トイレの配管や換気方法が改善され、公衆トイレで病原体にさらされるリスクを減らすことにつながるとしています。